になってる柿をもいでから、うちへ持って帰って、それからヘタを取って、カンナで皮を剥いて、それを竹串に刺して、藁で選んで、銃弾に、それを軒下に干すという工程ですね。串に刺した柿を選ぶに使う藁なんですが、長い方の藁は10段編む時の藁なんです。それから短い方は5段を編む藁 で2種類に分けて作っております。片一方の長い方は獅子持ちといって、1メーター20ぐらいになりますかね。普通の藁は80センチぐらいですので、40センチの差があると10段が選べんですわ。それで長い方の藁を皆さん、柿をたくさん作られる方はみんな作ってみる。やっぱり鍛錬で1個や2個剥いただけでは上手になりません。まず柿に45度ぐらいに当てて、一番初めだけちょっと力を入れてもらうと、あとはもう回すとか引っ張るだけで力なくて剥けるということです。妄想だけなんです。15センチぐらいの幅に切って、2ヶ月ぐらい干すんです。グラインダーで一番初め粗度、その次中度、そして仕上げと3回ぐらいかけて、両サイドを削って一定の幅作って刃つける。紙切れるほどやっとかんと切れ味が悪い。竹串でね、乾かしたのを5寸5分6寸というふうにのこぎで切って、それをナタで割ってきれいに作るんです。粉樹の効果はね、表面消毒といって、そのままで雑菌がついてますので、硫黄で表面消毒をして雑菌を入らないようにするというふうに止めて干すんです。3週間干しますと、渋のタンニンが取れまして、甘みに変わって渋い柿が甘くなるんです。それを出荷するには、稲の方を絡げて、それでこう撫でると柿に傷がつくんですよ。その傷のところに糖分の結晶が白く乾いて、白い子が吹くという。今までレンガ木っていうのは串がこう10串あって、初めて1枚のレンガ木っていうんですね。それをさらに増やして縦に100串並べると、これは世界初になるんじゃないかというような思いで、世界初のチャレンジをするといった感じです。